お対応料の世界の太田でございます。はい、はじめまして、はい、お対応料の寺西です。動画は出たことは、はい、ないですか。オーディオの方では初めて で、あ、本当ですか。お便りレコードの方では以前1回出させていただきました。寺西さん、あの新しくお対応料で働いていただいてます。よろしくお願いします。オーディオは結構未知の世界ですか。まだまだそうですね、興味はあるんですけど、うん、勉強中で知らないことも、はい、たくさんあります。もともとは、作曲の方をメインで やられてたっていう感じですよね。そうですね、パソコンで作曲、はい、音楽を作ったりするところがメインなので、あんまりそういうこういった機器の違いなどはそんなに、そうですよね、まだ分かってないっていう状態です、ね、ああ、まあこういういわゆる完全に聞くあの何ていうんですかね、趣味のオーディオの世界はちょっとまだっていう感じですもんね、はい、まだまだこれから学んでいかなければいけないという感じですね、はい、いやもう、そう今回の企画はぜひそういう人のそういう人に見てもらいたいっていう、あ、そうなんですか、はい、へ、企画なんですけど、まあ、一応なんていうんですかね、初心者ガイドみたいな感じで言うとちょっと偉そうなんですけど、はい、オーディオの世界っていろんな、まあ、楽しみ方があって、そもそも、まあ、こういった機器を揃えることもそうなんですけど、そうですね、まあ、こうなんかブランドで機器を揃えるとか、はい、当然やっぱりこのブランドの音が好きっていうことで、いろいろ聞いてこう選んでいくですとか、あの自分の好きな音楽があって、その世界観を、まあ、こうよく聞きたいみたいな、いろんなこう方向性があるんですけど、アクセサリーですね。アクセサリー、アクセサリーっていう、まあアクセサリーで楽しむっていうことが結構大きなこととしてあって、それはまあ目的はどんどん音質を良くさせる目的なんですけど、はいはい、こういう機器に対して なんていうんですかね、言葉通りアクセサリーなので、そうです、ちょっとしたアイテムで、アイテムで音がこう変わるっていう、そうなんですよ、はい、基本的にやっぱオーディオマニアの人だったら結構わかると思うんですけど、音が変わるのが楽しいっていうのは結構でかいんですよ、はい、で当然オーディオを始めたばっかりの人ですとか、オーディオ全く知らない人にとっては何それみたいな感覚の話だと思うので、未知の世界、未知の世界だと思うので、はい、ちょっと今日はいろんなアイテムを紹介しつつ、はい、こんなものがあるんだっていうのを知ってもらえたらなと思います。はい、はい、で皆さんと一緒にちょっと、そうですね、はい、ぜひあの感想も聞きながら体験していきます。はい、ただですね、オーディオってやっぱ高いイメージがないですか。何かにつけてスピーカーも結構あります、はい、ありますよねありますなんかもう高級なものだったらなんか100万みたいなものとかすごいイメージがあると思うんですけど、まあ、割と手軽なものって存在してて、今回紹介するものも、1万円以下もしくはちょっとはみ出るぐらいのものを、はい、ご紹介していこうかなと思っております。1万円で音質がその結構変わるものなんですか。はい、そうなんですよ。へ、意外とあのコスパがいいって言ったらいいですかね、はいはい、いいアイテムがありますので、それなんか、はい、意外な、そうっすね、手軽に音質を、そうなんですよ、高められる、そうそうです、いいですね。まあ結構なんかスピーカーを買い替えるとかって大事じゃないですか。大事でもアクセサリーみたいなものでちょこっとこう何かを変えることによって音が全然違うみたいなことがあるので、ちょっといろいろアイテムを紹介していこうかなと思っております。はい、はい、でですね、今日は、このシステムでやります、はい、マランツの SACD30 と CD プレイヤーですね、あとデノンの PMA1700NE、 これプリメインアンプです。
これはソナスファベールのルミナ1になります。ちょっと価格帯が若干あのアベコベなんですけど、これが30万ぐらい、これが、20万いかないぐらいですね。で、これが10万円ちょっと、はい、はい、合計100万はいってないぐらいのシステムになります。じゃあこのシステムでちょっといろいろ実験していこうかなと思っております。はい、じゃあまず最初に、はい、第1弾、じゃじゃん、これです。はい、はい、これは何か分かりますか？これは、はい、インシュレーターのような、はい、インシュレーターのような何かの下に敷くものです、はい、そうですね、はい、まあ一般的にオーディオの世界でインシュレーターって呼ばれてるインシュレーターでいいですね、はい、ジャンルのアクセサリーですね。うん、なんかでも、うん、柔らかそうなゴムですか？そうですね、シリコンですね。はい、まあなんていうか地震対策のはいはい、ジェルみたいな感じに、はい、見た目は本当にそんな感じなんですけど、でもやっぱオーディオ用のアクセサリーなんですね、これは。はい、インシュレーターは何をするものかと言いますと、先ほども言ったようにこういう機器の下とか、はい、うん、機器の下に敷いて振動をシャットアウトするものなんですね。うーん、オーディオって結構あの振動をシャットアウトすればこういうふうに何て言うんですか、共振が少なくなるので音がクリアになるっていう原理原則としてあって、まあ、それを助けるためのアイテム。スピーカーはすごいまあ振動するってイメージがあって、はいはい、でインシュレーターも使うなっていうイメージがあるんですけど、はいはいはい、こういった機器も、はい、もちろん振動があってそうなんですよ、っていうことなんですか？そうそうです。例えば、はい、CD プレイヤーは分かりやすいんですけど、中で回転してるじゃないですか、はい、で、ま、このなるべくやっぱりこの CD プレイヤー自身が発してる振動であるとか、はい、スピーカーの音が鳴って共振してるラックの振動であるとかを、うん、シャットアウトしてあげた方がこう読み取りの精度が高くなるんですよ。ムラがなくなる。なるほど、はい、ほんの少しでも揺れないようにっていう。そうそうです。あ、当然まあ目に見える世界ではないので、はい、なんか変わってんのかなっていう感じがするかもしれないんですけど、結構大事なんですよね、そういうことが。はい、ちなみにこれは、はい、ことぶき音響さん、ことぶき音響さん、はい、ことぶき音響の KS01 という品番のインシュレーターです。値段が6600円かな、1組で、はい、4個1組です。あ、手軽ですね。そうですね、結構手軽ですよね。うん、になっております。はい、じゃあまあ早速これを聞いていきましょう。で最初は何もない状態で聞きます。はい、CD プレイヤーの下に敷きます。はい、じゃあ今インシュレーターを CD プレイヤーの下に敷きました。これで鳴らします。
my tongue. We used to love while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess we'll cry come first of May. The apple tree. はい、どうでした？変わりました？いや、なんか思いのほか、はい、ちょっとボワってしたような、うん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 、はい、反響感っていうんですかね、はい、なんかボワってした二重音とか、うんうん、それが取れてなんかちょっとすっきりしたようなサウンドに感じました、うんうんうん、そうですね、はい、すっきりしますね、かなり、うん、やっぱり多分プレイヤーにもあのアンプにもどっちにも効果あると思うんですけど、特にやっぱり回転系が搭載されてるので結構効果がでかいのかなと思いました。あ、うん、そういうことなんですね。回転して振動が、はいはい、起こりやすいやつだからこそ、うん、そうですね、使うと効果ありますね。この4つだけで思ったより全然なんか変わって聞こえて、そうですよね、びっくりしました、うん、6000円で結構変わるなっていう、いや本当ですか、はい、感じがします。で、インシュレーターもめちゃめちゃいろんな種類があるんですよ、はい、例えばこれはなんかシリコンなんですけど、逆に超硬いなんかジュラルミンのインシュレーターだったりとか、あの木の素材のやつだったりとかがあって、はい、面白いことにやっぱりその素材らしい感じの音になるんですよ。へえ、うん、その例えば金属だったら、はい、やなんかこうなんていうんですかね、金属を使ってる楽器、例えばトランペットとか、はい、あのドラムのシンバルの音とかが特にシャキッとしたりとか、逆に木のものだったらウッドベースとか、はい、アコギの音がよりリアリティが出てきたりとか、へー、はい、っていうことは結構露骨に変わりますね。へー、はい、面白いですね。面白いですよね。ちょっといろいろあの種類本当にたくさんあるんで、そこも興味あれば調べてみてください。はい、で次ですね、2個目はこれでございます。これは、はい、何ですか？これは板ですね。板ですか？板です。何の板かというと、はい、カーボンなんですよ。あー、はい、カーボンは、はい、結構オーディオのアクセサリーでいっぱい使われるんですけど、まあ、振動をすごい吸収してくれる素材らしいんですよね。はい、うん、ちょっとごめんなさい、全然あの素材のことに詳しくないのであれなんですけど、まあ、とにかくオーディオのアクセサリーによく使われるあの素材で、結構これなんかは機器の上に置くだけでその振動を対策してくれるっていう。あ、じゃあ振動を吸収するっていう、はい、その概念というか、はい、あ、そうっす、仕組みは同じだけど、そうっす、使い方が、うん、今度は上に置くっていう。そうですね、上に置く感じですね。はい、やっぱりインシュレーターより面積がでかくて、確かに、うん、はい、割と本当薄いので場所取らないっていうのもいいのかなと思いますね、うん。やっぱこれも、同様にカーボンの音が乗る感じになります、はい、楽しみですね。さっきはシリコンだったけど、うん、はい、今度はカーボン、はい、素材が違うから、そうですね、またちょっと音の変化具合も、そうですね、違うってことですね、はい、でこれがですね、オールージュさん、オールージュさんという日本のメーカーですけど、 SG トップという製品で、価格が7000円いかないぐらいですね。6900、ごめんなさい、ちょっと曖昧で、これも1万円台で買えます。これもリーズナブルなんですね。そうですね。へえ、じゃあ、これも、はい、あの試していきたいと思うんですけど、まあ、毎回ちょっと抜いてっていうのは大変なんで、あの加算していく、プラスにあのしていく感じにします。じゃあこれを、はい、これも CD プレイヤーの上の方が効果ありそうなので上に乗ってますね。はい、はい、
すごいですね、本当にこの置いただけで、置いただけ変わるのかは、はい、ちょっと私たちからしたら不思議なんですけど、はい、そうですよね、気になります。うん、じゃあ聞いてみましょう。From far away. Now we are tall, and Christmas trees are small. And you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess we'll cry come first of May. はいはい、大さんどうでした？いや、はい、もうなんか最初の事前の情報があったからなのかもわかんないですけど、確かにちょっとカーボンっていうか、うんうんうん、ちょっと硬質なというか、あー、なるほど、なんかクールというか、うんうんうん、端正な、はい、こうスッとした音になったような気がします。なんか僕も、まあ、スッとしたっていうのも思ったんですけど、とにかく音質が結構すごいシルキーな感じというか、うん、滑らかさが結構増したなっていう風に思いましたね、うん、滑らかさ、はい、確かに、はい、うん、まあ、あの感想は皆さん人それぞれだとは思うんですけど、確かに変わりました。はい、じゃあ次、次はこれですね。ちっちゃい、何なんだっていう製品なんですけど、はい、これは、機器の空いてるその入力じゃない、これは出力だ、あの RC の端子ですねにかぶせてノイズを防ぐような、あの類のものなんですね。でこれは、入力用のものと出力用のものがあって、これ出力用のものになります。はい、これアコースティックリバイブの、ですね、ちょっとカンペ見ていいですか？頻繁これがですね、アコースティックリバイブ、アコースティックリバイブの IP29 はい、で2つセットで7,040円税込み、はい、のアクセサリーです。うん、これも RCA のその空いてるところに刺すだけ、はい、刺すだけです、はい、簡単です。そうですね、全部簡単ですよね、うん、刺すだけとか置くだけとか、はい、なんですね。これは、うん、まあ、あの聞いて実感してみてくださいっていう感じなんですけど、ポイントがあって、上にクォーツ、はい、あの鉱石のクォーツがこれくっついてて、はい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 、鉱石とかってで、はい、これもよく、オーディオのアクセサリーとして使われるんですよ、はい、なんかクリスタルとか、うん、はい、アコースティックリバイブさんはいろいろ鉱石やよく得意で扱ってるんですけど、はい、ちょっとどういう作用がするのかっていうのは詳しくは分かんないんですけど、確かにやっぱ鉱石とか使ってるともっと良くなるんですよね。すごいなんか見た目の、はいはい、なんか綺麗さのためではなく、そうですちゃんと音の効果のために、効果のために、いや、見た目もなんかすごい鉱石って言われると、はい、へー、はい、不思議ですね。ついてます。じゃあ早速やっていきます。はい、またまたちょっと CD プレイヤーをこうカスタムしていきたいと思います。じゃあこれで聴いてみましょう。
talk. We used to love while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess we'll cry come first of May. なんか中低域が前にグッと出てきて、はい、さらに全体的に音が締まったなって感じがしたんですけど、はい、なんかどう思われました？いや、はい、なんか迫力が出たなっていう、なんかちょっとグッてやっぱ来る感じ、うん、は今おっしゃっていただいた中低域に、うん、そうですね、迫力というかダイナミックさというのが増して聞こえました、うんうんうん、結構音変わりましたね。だいぶ変わりました。これは本当分かりやすかったですね、うん、そうですね、はい、こういうアクセサリーもあります。すごい。うん。ほんといろんなアプローチがありますね。はい。なんか下置いてみたり、上に置いてみたり。面白いですね。だんだん、だんだんちょっとずつこう変化していって、うん。そうですね。なんか今は結構、アクセサリーって結構音変わるんで、やりすぎちゃったりするんですけど、本当は1個でいいアクセサリーを、やっぱりこう、欲張って3個とかやると逆に音がなんかつまんない感じになっちゃったりとかしがちなんですけど、なんかこれは足し算でやってますけどすごい良くなったり気がしますね。なるほど、バランス的には、うん、はい、いいっていう感じなんですかね。多分そこも楽しみがいのあるところで組み合わせで、そうそうそう、なるほど。多分本当にマニアの人はもうめちゃくちゃいっぱい持ってて、アイテムを、はい、自分なりのこうチョイスでカスタマイズしていくっていうこともやってると思うんですよね。いや面白そうですね、それはそれで。そうですよね、新しい楽しみ方というか、うん、カスタマイズ、はい、なんでこういうアクセサリーをたくさん持ってればそういう楽しみ方も広がるっていうことですね。はい、じゃあ、あんまりいっぱい説明してもあれなんで次が最後になります。はい、はい、最後にご紹介するのはこちら、はい、親出 NRF005T、 はい、これめちゃくちゃ人気なんですけど今、はい、何かというとテープですね。テープなんです。実は前、はい、動画をこちらだけの動画をもうすでに公開させていただいておりまして、はい、そうなんですよね、はい、本当にテープですよ。本当にテープなんです。本当にテープなんですけど、使ってる素材が、まあ、さっきの SK ダイバーシティのようにそういうオーディオ用 の、うん、まあ、これもなんか静電気取る感じのものだと思うんですけど、まあ、透明で見るとテープかもしれないんですけど、はい、近づいてみると結構なんか、はい、特殊な繊維がこう中に入ってるなっていうのが、はい、そうです、そうです、分かる感じの表面ですね、はい、ノイズを抑制してくれるテープですね、うん、はい。でこれは値段も言っとこうか。これは、7700円税込みですね、うん、はい、これも1万円切ってる製品 で4メーターこれあるんで結構たっぷり使える、コスパが高い製品です。親出電機さんですね。そうですね、はい、我らはそうですね、結構 DJ 機材用のケーブルとかも DTM とかでもおなじみの、はい、大変お世話になっております、ね、はい、ああ本当ですか。これもまあ、音を司る機械であれば何でも使えるんですけど、ピュアオーディオのお客さんに大人気中の、うん、人気爆発中の、はい、テープになります。で、これ図にあるように、ちょっと見えるかわかんないですけど、こういうふうにテープの根元とか、あとコネクターの部分に巻いてあげると、効果を発揮します。はい。ちょっと、ハサミを持ってきていただいて、はい、あります？ないですか。あ、すみません。はい、ハサミでちょっとこう切り出してケーブルに巻いていこうかなと思います。で、
そうですね、まあたくさんやった方が効果がありそうなんで、ちょっといろいろペタペタ貼っていこうかなと思うんですけど、じゃあ、スピーカーケーブルの、スピーカー側とアンプ側、はい、両サイドと、あとは、ここからここですね、プレイヤーからアンプの、インターコネクトケーブルのアンプ側と、プレイヤー側にやっていこうかなと思います。だから僕8箇所かなっていうことになりますね。はい、はい、2つ、結構これ本当に今あの動画撮ってるの12月半ばなんですけど、すごい親父さん注文入ってるみたいで、はい、まあ、うちも結構注文いただいてるんですけど、すでにちょっと納期かかっちゃうんですよね、今の時点だと。なのであの少しお待ちいただく感じにはなっちゃうぐらい話題の製品です、はいはい、いやー改めて見ると本当にテープですね。いや、本当にテープですね。本当にテープですね。まあ、なんか、テープをペタペタして、はい。これでいいのっていう。なんか、音を変えるために、やってるのかなっていう、はいはい、こう、不思議な気持ちになる作業ですけど。うん、どっちかっていうと、あの、補修とか、修理してる感じに近いですけど。はいはい、でも、表面はなんか、はい、やっぱりか、なんかテープが、かっこいい感じなんで。ああ、そうですね。あ、なんかよくなるかもみたいな感じはちょっとあります。まあまあこれ全然まあディスってるわけでもなんでもないですけど、はい、冷静に考えて7000円のテープってなんだよっていう確かにテープで7000円ってなかなか、そう考えるとオーディオらしいですよ。なんかそうですね1000円テープだもんな。でも今、はい、チョキチョキ切ってこんな8箇所貼っても、はい、全然多分長さ的にはそうですね、もう数十センチとか。そうです、ね、じゃあこれを外してもらって、あとここを使うよ、この RCA。 はい、いやー結構いろいろやりましたけど、今日もいろいろ紹介しましたけど、まあ、オーディオ全然知らない人からしたら超マニアックな世界だなぁと思っております。いや本当に、でもここまで聞いてきて、はいはい、全部 あれだけ違いがあったんで、うんうんうん、ちょっと、はい、楽しみもあります。これそうっすね、ちょっとワクワクが、期待は高まりますね、はい。よいしょ。あ、使い勝手もいいですね、はいはい、そうですね、どんな状況でもこう多分テープだから、うんうんうん、長さとか、はい、あの好きな感じに自分で切って貼れるっていうのが、うんうんうん、すごいですね。柔軟性がありますね。自分でいろいろなところに貼れる自由度高いですね。全然関係ないですけど、今日紹介した製品は日本製のものばっかりですね。インシュレーターもこれも、うん、そうだそうだ。へー、なんでだろう、海外のものってあんまないのかな。まあいいや。今スピーカーケーブルとインターコネクトの両サイドに、はい、貼りました。はい、はい、じゃあこれで聞いてみましょう。Tall. We used to love
while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But guess we'll cry come first of May. The apple tree that grew for you. どうすか。いや、だいぶ変わったように感じました、ね、だいぶ変わりましたね。だいぶ変わりましたよね、うん、テープ貼っただけなのに、テープを貼っただけなのに、テープ貼っただけなのに結構なんかハイエンドな感じになったなって気がしましたね。いや本当に、うんうん、こんなに、まあでも8箇所ですか、はい、貼ったっていうのもあるんですかね。やっぱそうかもしれないですね。だいぶ変わりました、うん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 、本当にこれは本当に伝わってほしいぐらい、そうですね、めちゃくちゃ変わってます。結構、うん、本当に今までやった中で結構大幅に変わったなっていう感じがしました、ね。それぞれのボーカルとギターの分離感というか、それぞれの細かいニュアンスとかもより鮮明になりましたし、はい、空間とかもつかみやすくなった。はい、そうですね。やっぱそのノイズが減ったっていうことなんですかね。うんうんうん、だと思いますね。うん。今まで聞いていただきましたけど、皆さんどうですか？結構違いが伝わってくれたらなっていうふうには思うんですけど、まあ、本当にアクセルっていろいろあります。で、そうですね、どうなんだろうな、まあもともとあるアクセサリーつけてない状態の機器の状態が100だとしたら、それぞれのアクセサリーを、まあ、うまいことつけると多分2割ぐらいはパワーアップすると思うんですよね、うん、だから、まあ、値段で単純に計算するのもあれなんですけど、どうだろうな、100万のものだったら120万ぐらいの性能になるっていうイメージで、うん、多分そんなにずれてないと思うんですよね。なんで、まあ、これも本当に単純な計算なんですけど、例えば今日のシステムだと、まあ、全部で多分50万ぐらいなんですけど、はい、どうだろうな、65万円ぐらいのシステムの音にグレードアップしてるんじゃないかなと思います。でも今日かけたアクセサリーの全部の合計金額の合計ですね、まあ、5万円は全然いってないですね、うん、5万円もいってないな、3万ぐらいか。そうですね、それぞれが6000円とか7000円とか1万円以下が、はい、すごいですね。なんでこんだけのまあ金額のものですごい大幅に変わるので、うん、うん、結構いいんじゃないかなと思います。こういうものを買い替えるとか、はい、スピーカーを買い替えるとかじゃなくても、はい、ちょっとしたことで、そうですね、全然変えられるし、うんうんうん、しかもこのシステムよりも例えば高いものを使っている方でも、はい、逆にこう、はい、これよりもリーズナブルなシステムの方でも、で、ね、方でも誰でも同じような使い方で、そうですそうです、高音質化できるっていうのは、うん、いいっすね、いいっすね、いいっすね、ありがたいですね、はい、今回は結構初心者向けの初心者の方に向けてのご紹介なんですけど、はい、こういうふうにいろいろ手軽に遊ぶことができるのもオーディオの魅力となっておりますので、ちょっとぜひご参考にしていただけたらなと思います、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わらせていただこうかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。